こんにちは、ニッケです。PC を新調するにあたって、自分で組み立てました。BTO での購入も考えましたが、求めているスペックで、見積もりを出すと、18万円を軽く超えてしまいました。予算15万円以内と決めていたこともあり、自作 PC にすることにしました。PC なんて、頻繁に作るものではないですし、せっかくの機会なので、作る流れをさらった動画を投稿しました。初心者さんにもわかりやすいように、要点の説明を入れて編集したつもりです。あくまでつもりです。ナレーションは、キズナあかりさんにお願いしました。なお、この動画は、素人工作、雑な編集、ブレブレなカメラ成分が含まれた内容になっております。今から作る PC のコンセプトは、できれば13万円台、マックス予算15万円以内の、コンパクトかつシンプルなデザインで、動作音が静かなことと、CG 制作、主に 3DCG 制作に使えて、ゲームもできるスペックにすることです。スペックのあらましは、6コア6スレッドのインテル CPU、コア i5-9400F、メモリ、32GB、ストレージは、容量、1TB の SSD、グラフィックボード、GTX1660 搭載の PC です。パーツの詳細は画面の通りになります。ある程度コスパを重視したミドルレンジのゲーミング PC を作っていきます。各パーツのちょっとした説明や選んだ理由は組み立てながら行いたいと思います。このパーツ構成で2019年10月時点の価格ですが、合計で13万5千円ほどになりました。もっとコスパを追求するなら、OS をプロからホームにする。マザーボードは下位モデルを選ぶ、プラボも、ショート基板のものにして、メモリなんかもメーカーを問わず、安いものを探せば、同じカタログスペック的な感じのまま、合計2万円ほど、価格を抑えられると思います。前置きはこのあたりにして、組み立てていきます。PC を組み立てるのに使う工具はドライバーだけです。用意するのは、プラス2番と精密ドライバーです。マザーボードをケースに固定するとき、長いプラス2番のドライバーもあると便利です。まず、最初にマザーボードを準備します。マザーボードはアスロック Z390 ファントムゲーミング ITX AC です。これを選んだ理由は、ケースのサイズに合わせたミニ ITX 規格なことと、第9世代の CPU に対応していたからです。このマザーボードは、M.2 ソケットが表と裏の2箇所にあります。今回は裏に取り付けたいので、発熱対策でヒートシンクカバーを用意しました。取り付けた M.2 SSD は、書き込み上限が少なく寿命が短いと、あまり評判の良くない QLC なのですが、信頼と安心のインテル製なのと、OS とアプリケーションのインストールに仕様を限定すれば問題ないかなと思って選びました。当面は、外部ストレージに作業データを保存して、後々追加で 1TB か、2TB の SSD でも増設しようかなと思ってます。次は CPU の取り付けです。まずは、ソケットレバーのロックを外し、固定カバーを持ち上げます。CPU の向きに注意しつつ、ソケットへそっと乗せて、レバーを下げてロックをかけます。今乗せたコア i5-9400F は、内蔵 GPU がないせいか、性能の割に値段が安くて、グラフィックボードを搭載するなら、とてもコスパに優れた CPU です。塗りたくっているグリスは iNEX のナノダイヤモンドグリスです。特にグリスにこだわりはないですが、近くのお店に置いていたグリスで熱伝導率が良くて手頃な値段なのがこれでした。熱伝導率は 12W/m/k、 粘性が低くとても塗りやすいです。 CPU クーラーは手頃な価格なのによく冷えると評判の良いサイズの別個です。次はメモリです。無難にコルセアのベンジェンス DDR4-16GB 2枚組 2666MHz のものを選びました。メモリには切り欠きがついていて間違った方向にさせないようになっています。メモリスロットのラッチを下げてぶっ刺していきます。メモリほんと安くなりましたね。昨年に比べると価格が半額以下ですもの。CPU クーラーのファンの向きが逆だったので付け直しました。ここで一旦マザーボードは置いておいて、ケースの準備に取り掛かります。作業しやすいように、ケースをばらします。
選んだ PC ケースは雷神的のメティスプラスです。今回自作するにあたり小さな PC にしたいと考えてミニ ITX 対応のケースを探しているとこれを見つけました。デザインがキューブ型でシンプルなのがとても気に入っています。材質がアルミでとても軽くてパーツが全てネジで組まれているためバラバラにすることができるのでコンパクトなのにとても組みやすそうな作りになっています。 ATX 電源を乗せることが可能なのもポイント高いです。製品の仕様ではグラフィックモードは 170mm に対応とあるけれど密林と価格 .com のコメント欄を見ると選ぶ電源ユニットの大きさにさえ気をつけてハードディスクを取り付けるパーツを外せば大きめのグラフィックモードも搭載できるようなのでこれにしました。先人の方々に感謝です。両側面と底 3.5 インチハードディスクを取り付けれる部品を外しました。このケースは熱がこもりにくいように上面にメッシュ付きの空気穴があってそこに 12mm のファンを取り付けれる作りになっているのでファンを追加で購入しました。元から付いているケースファンを統一感を出すため交換します。パリピ感満載の LED がチカチカしたものは好みではないですがせっかく中が見えるケースなので単色の LED ファンを選びました。 IO パネルを取り付けてマザーボードをケースに組み込みます。マザーボードの取り付けはスペーサーの位置に合わせてネジを締めます。ぐぬぬ、ヒートシンクカバーが干渉してはまらない。外しました。さよならヒートシンクカバー。ネジで固定してマザーボードの説明書に従いケースの配線をしていきます。フロントの USB 3.0 スイッチコネクタオーディオケーブルをつなぎました。ケースファンを増やしたのでファンの分岐ケーブルもつなぎます。グラフィックボードを取り付けていきます。選んだグラフィックボードはギガバイト GeForce GTX1660OC モデルです。冷却能力が高くて騒音対策にもなるツインファンのものにしました。 GTX1660Ti や RTX2060 も候補にありましたがグラボの性能比較をされているサイトや動画の情報を見てコスパの面で GTX1660 にしました。出力端子は HDMI が1つ、ディスプレイポートが3つついています。次は電源ユニットを取り付けます。選んだのはサイズ ATX 電源、クォーター4プラグイン 500W。幅 150mm、奥行き 125mm、高さ 86mm と ATX 電源としては小さく。セミプラグインなので、筐体内のスペースが確保できるので、これにしました。SFX 電源にするともっとケース内に余裕が出ると思うけど SFX 電源は常ちゃま価格でお高いので断念。主電源24ピンと電源4ピンのケーブルをマザーボードにつないでから電源ユニットを取り付けました。このケースはそこに電源ユニットを取り付けてケースから伸びている延長ケーブルをつなぐ変わった作りになっています。グラボの補助電源もつなぎます。ケーブルがごちゃごちゃしているので少し整えます。あらかた組み上がったので動作を確認します。スイッチオン。モニタに何も映りませんね。 LED とファンが動いてるのに原因は何だろう。仕方ないので一旦バラして最小構成で不具合の原因を特定します。あっ、電源ユニットのファンが回っていない。原因はこれですね。電源ユニットを交換すると BIOS が起動しました。もう一度組み立てていきます。ついでに SSD の発熱がなんだか気になるのでマザー付属のヒートシンクがある表につけることにしました。見やすいアングルだったのでマザーの組み込みまでは10倍速で流します。ケースからの作業は変わり映えしないので全カットです。ちなみにですが、最初の電源ユニットは、メーカーに、初期不良の確認をした上で購入したお店へ返品しました。あと、服が変わっているのは、不具合の特定から、電源ユニットを別途購入するまで時間がかかり、日をまたいだからです。
自作 PC は簡単ですが、初期不良パーツに当たると特定するのが面倒ですね。疲れました。ケースに入れて、すべての組み込みが終わりました。パーツの初期不良がありましたが、これで無事に完成です。あっ、完成です。一番のこだわりポイント、PC のコンパクトさがわかりやすいように、身近なものと比較します。1リットルの紙パックドリンクです。少しわかりにくいですね。それでは、一家に1台はある、12分の1のメカトロウィーゴと比較してみましょう。これはとてもわかりやすいですね。PC の小ささが伝わったのではないでしょうか。BIOS 設定で、メモリのクロックを2133から2666に変更し、OS のインストールも完了しました。次は、CPU の温度、ベンチマーク結果、騒音の測定値です。特に録画もしてないのでサクッと報告していきます。CPU の温度の確認をすると、アイドリング時で30度、負荷を 100% にして10分間稼働させたら60度でした。いい感じです。ベンチマークは FF15 とシネベンチ R20 を使いました。FF15 は高画質プロ HD 解像度で計測しました。まずは FF15 のベンチ結果です。何度か測りましたが、スコアは5900でした。手動オーバークロックでコアクロックとメモリクロックの値を上げると6500までスコアが上がりました。ただ、この時の設定だとグラボの発熱とファンの音が気になるので、OC の設定は少し下げてグラボを運用する予定です。次はシネベンチの結果です。マルチスレッドでは2334、シングルスレッドでは406となりました。マルチスレッドでは、コア i7-770K に近い数値でした。CPU のコスパいいですね。20丸です。シネベンチはアプリなど、いろいろ入れ終わった後に計測してしまい、クリーンインストール時の数値ではないので、ネットに落ちている情報よりも少し低い結果になりました。ベンチマークの結果は、おおむね事前に調べた通りになりました。求めていた通りの性能が出てくれて、一安心です。騒音の計測は、スマホのアプリを使いました。PC をつける前は、30dB でゼロ距離で計測した結果、アイドリング時で、33dB。FF15 ベンチを回し、負荷がかかっている状態で 38dB でした。50cm も離れると、アイドリング時では 30dB となり、負荷がかかっている状態でも 32dB と。PC の駆動音は、全く気にならない結果になりました。目標通り、静かな PC になりました。せっかくなので、最後に、部屋の照明を落として、おしゃんな感じに PC を起動してみたいと思います。上のメッシュから覗くファンの光がいい感じです。これはなかなかおしゃんな仕上がりになったのではないでしょうか。パーツの初期不良なんかのトラブルもありましたが、望み通りの PC が作れました。これからこの PC には制作とゲームをするのに活躍してもらいたいと思います。この動画で使った PC パーツを購入するか、ご検討されている方の判断材料にしていただけたり、自作 PC 未経験者の方には、作るまでの流れが参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。